超党派の両院議員は中国の強制臓器摘出に反対する戦いに打って出ました NTD は4月9日テキサス州のブライアンバビン共和党下院議員にインタビューしましたブライアンバビン議員は中国共産党の責任を追及する時が来たと述べています超党派の議会は3月初旬世界中の強制臓器摘出や人身売買と戦うために 強制臓器摘出阻止法案を両院に提出しました。この法案が可決されれば、アメリカ政府は世界中の強制臓器摘出に関与した個人と政府関係者の責任を追求し、制裁を科すことができるようになります。そして数十年にわたる中共の犯罪に対して、アメリカは沈黙を破ることになります。 中国で両親の囚人に対する強制臓器摘出が行われている、明白な証拠があるにもかかわらず、中共政権はこれを長い間、否定してきました。 人道犯罪に対する調査、裁定を行う独立民主法廷が2019年6月ロンドンで開かれ、中国ではファールンゴン学習者を臓器の主要な源として国家公認の強制臓器摘出が大規模に行われているとの結論が下されました。国際人権弁護士であるデイビッド・マタツ氏は NTD のインタビューでこの結論に疑問の余地はないと語りました。同氏は権力を維持するために脅迫を行い、 支配者への崇拝を強制するのは中国共産党の本質だと指摘しています。これまで議会で数々の公聴会が開かれ、強制臓器摘出を非難する決議は多くありましたが、法律として成立したものはありませんでした。この新法案は、 その進路に向けた重要な一歩であると人権擁護支持者は見ています。NTD ジャパンがお伝えしました。